フェリペ五世、フェリペ五世、フェリーペ V、1683年12月19日から1746年7月9日は、スペインボルボン、ブルボン朝最初の国王、在位、1700年から1724年、1724年から1746年で、フランス国王ルイ14世と、スペインハプスブルク家、アブスブルゴ家出身の王妃マリーテレーズの長男類、 グランドファンの次男。母は、バイエルン先帝公、フェルディナント・マリアの娘マリー・アンヌド・バビエル。数字の中断を挟みながら、ボルボン朝は、原告をフェリペ六世まで続いている。フェリペ五世は、ベルサイユ宮殿で、フランス王子、フィリップ、フィリペとして生まれ、安住行為を授けられた。兄に、ウルゴーニュ公、ルイ、ルイ十五世の父、プチドーファンと呼ばれるが、 弟に、ベリー公シャルルがいる。また、神聖ローマ皇帝兼バイエルン選帝公カール七世、ケルン選帝公、クレメンス・アウグスト兄弟は、母方の重帝にあたる。アブスブルゴ超最後の王となった、カルロス二世には、子供がなく、王位継承者が問題となっていた。カルロス二世はまず、バイエルン選帝公、マクシミリアン二世、エマヌエル、マリーアンヌの弟の息、 ヨーゼフ・フェルディナントを王位継承者に指名し、アストリアス公の位を授けた。カルロス二世の同母姉、ね、マルガリータ・テレサの孫だったからであるが、ヨーゼフ・フェルディナントは1699年に創生した。ルイ十四世はこれを後期として、自分の血を引く者を王位につけようと画策したが、フランスとスペインの王位を兼ねることには、反発が強かったことから、孫で、 ヨーゼフ・フェルディナントのいとこにあたるアンジューコーフィリップを候補者に推した。フィリップの祖母マリー・テレーズは、マルガリータ・テレサとカルロス二世のイボ姉であり、ルイ十四世自身も母アンヌがスペイン王女であったことから、フィリップはスペイン王家の血を色濃く引いていた。千七百年にカルロス二世が死去した際、その遺言でアンジューコーフィリップが後継者に指名されていた。フィリップは、 1> 翌1701年にスペインの首都マドリードへ入場した。しかし、フランスの勢力拡大を快く思わなかった各国はフィリップの即位に反対を唱えた。スペイン領の一括相続という事情に加えてフィリップがフランス王位継承権を保持していたこととアメリカの奴隷貿易独占権をフランスの貿易会社に譲渡したこと、スペイン領ネーデルラントを フランス軍が占領して、オランダを威嚇したことから、オランダ・イギリスは、不満を抱いた。特に、アプスブルゴ朝の同族であるオーストリア・ハプスブルク家は、同家による応答を継続をさせるべく戦争を仕掛けた。それが、スペイン継承戦争である。フェリペ5世は、マドリード入りした当初はいくつもの連合王国で、できていた、スペインの事情から、それぞれの王国の法を従来通り尊重する。 宣言を出した。1702年には、イタリア戦線に赴いて、フランス軍を手助けしている。しかし、1703年に、ポルトガルがイギリスとメシュエン条約を締結。ポルトガルが敵に回り、1704年に、イギリスにジブラルタルを奪われた。1705年になると戦争上徴兵と徴税を進めた、フェリペ5世に反発したカタルーニャー・ラゴン・バレンシアが、 同盟側に回り、ハプスブルク家がスペイン王に押していたカール大公を擁立した同盟軍がバルセロナを占拠、第一次バルセロナ包囲戦、スペインはフェリペ五世とカルロス三世を称したカール大公に二分された。翌1七百六年にフランス軍と共にバルセロナの奪還を図ったが失敗、第二次バルセロナ包囲戦、逆に同盟軍にマドリードを奪われ一時は、 ブルゴスに退去した。しかし、フランスの将軍、ベリック公がマドリードを奪還してからは優勢となり、1707年4月25日に、フランススペイン連合軍の指揮を取ったベリックが、イギリスポルトガルオランダ連合軍をルマンサの戦いで大勝すると、アラゴンバレンシアの征服を果たし、1710年に、フランスの将軍バンドーム公がブリュエガの戦い、 ビリアビシオーサの戦いで連勝して、スペイン戦線で決定的に優に立った。1713年に、ユトレヒト条約で同盟軍が撤退、カール大公とも、翌1714年のラシュタット条約で、和睦、残ったカタルーニャはバルセロナを落として、平定、第三次バルセロナ包囲戦、スペイン全土はブルボン家に平定された。戦争はフランスが敗北したが、 カール大公が1711年に、兄の神聖ローマ皇帝ヨーゼフ一世の創世によって神聖ローマ皇帝を継承する、カール六世ことになったため、オーストリアに味方していた諸国も、カール六世が、カール五世、スペインをカルロス一世時代のように、ドイツ・スペイン両方の君主となって、ハプスブルク家が再び兄弟化することを恐れ、スペイン王位継承には反対するようになった。 これによって、ハプスブルク家は、スペイン王位を断念し、フィリップが晴れて、フェリペ五世と名乗ることが許された。王位は承認されたものの、スペイン継承戦争の結果ネーデルランとシチリア島を喪失し、それを奪回しようとするも、同族フランスさえも敵に回した四国同盟戦争の末、ナポリシチリア島、サルデーニャ島などイタリアの領土はスペインから失われた。王は、 彼のアメリカの財産でスペインの商業を支持した。この大西洋貿易の間にスペインの海軍士の重要な人物が生まれました。その中でもアマロ・ロドリゲス・フェリペが際立ちます。君主は彼の商業及び海賊の侵入でプライヤーを頻繁に恩恵を受けた。フェリペ5世は中央集権国家の形成を目指し当初尊重していた。 連合王国の特権を取り上げる方向に進んだ。1707年にアラゴン・バレンシア、1714年にカタルーニャに新国家基本法、新組織王令を発布、それぞれの王国にあった議会、参事会など地方の機関と特権の廃止、連合王国の中心であったカスティーリアの法律に一本化することを明言した。ただし、戦時中に、 フェリペ5世を支持していたナバラバスクは特権を認められている。新国家基本法発布後も引き続き改革を進め、1711年から中央から地方に派遣する副王に代わって、方面軍司令官職を新設、同じく新設した地方高等法院の議長に据えて主催役にすることで中央から方の統制を図った。行政改革も行われ、 1724年に、中央機関に、外務、法務、財務、陸軍、海軍を担当する5つの省庁を新設、貴族中心の顧問会議を境外化させ中、紹介層からの登用で権力を集中した。軍事改革にも手をつけ、徴兵制の実施、連帯制度を導入、カディス、フェロル、カルタヘナの造船所設置で海軍を強化して、軍事力の強化を目論んだ。 財政改革では、重症主義を取り、直接税の新設、スペイン領はアメリカとの貿易港をセビリアからカディスに移し、国内関税を廃止して、製品輸出のため製造工場を設立して、大西洋貿易の振興を行った。この結果、人口は増加したが、貿易をめぐるイギリスとの対立は続き、生活を輸入に頼るナバラとバスクで暴動が、 発生したため1723年に関税を復活、スペインの公用語をカスティーリア語に一体化せようとしてカタルーニャ語の禁止を発布したが周囲に浸透しないカタルーニャの発展が著しいなど問題も残された。外交ではイタリア領奪回を目指して四カ国同盟戦争で失敗したが1733年に始まったポーランド継承戦争でフランスと 第一回家族協定を結び参戦したことによって、スペインはパルマを手放したが、ナポリ、シチリアを脱回することに成功している。1739年に貿易上の対立から、イギリスと先端を開き、ジェンキンスの耳の戦争、オーストリア継承戦争でも1743年に第二回家族協定を結んでかは、パルマを再獲得した。以後、これらの諸国は、 ブルボン家の文家によって支配されることとなった。1724年、フェリペ5世は16歳の長男ルイス一世に一旦、王位を譲った。しかし、ルイス一世は、同年のうちに、天然痘で急死ルイス一世には、子供がなく、ルイス一世の弟フェルナンドは、まだ幼かったため、フェリペは再び王位につかざるを得なかった。フェリペ5世は、その後20年あまり在位し、 1746年の没後にフェルナンドが王位を継いだフェルナンド6世。遺言により自らが建てたラグランハ宮殿付属教会に埋葬された。晩年は総鬱病に苦しみ5歳のエリザベッタ、ファルネーゼ、カルロス3世らの母親に国政の介入を許すなど不遇な生活をそうた。フランスで育ったためスペイン語を話せず。 入国後もその状態で過ごしていた。スペインへ旅立つ際に、ソフルイ十四世から、ソースボンエスパニョール、シーエプレゼンタメントボトレプリミールデイオー、メイスーバニス、ブケブエットエヌ、フランセ、ヨき、スペイン人であれ、それがあなたの第一の義務である。されど、フランス人であることを忘れるな。という言葉を受け取り、国政と文化をフランス風に改革した。また、 総鬱病による医師の弱さを祖父や周囲の側近から心配され、精神安定のためマリアルイーザーと結婚。彼女が1714年に亡くなるとエリザベッタ・ファルネーゼと再婚。生涯を通してエリザベッタに支えられていた。一方でフランスに未練を残していて、祖父が死去した後に即位したオイルイ15世紀の後釜を狙っていたとされる。1724年の位は、 幼年のルイ十五世が成居した場合、自分がフランス王位を継承できる可能性を開くためスペイン王位を放棄したと見られている。しかし、ルイ十五世の摂政を務めていたオルレアン公フィリップ二世はイギリスと同盟関係を結んで阻止、ルイス一世の溶接もあり、フランス王位継承は見送られた。その後の家族協定でフランスのブルボン家との関係は改善している。 晩年になると総うつ病が悪化、滅多に衣類を取り替えない、洗顔も行わず喫煙の常習を止めないなど気候に、走り、昼夜が逆転して、夜に生務を行い昼に眠る生活を送った。生活を共にしていたエリザベッタにもこの習慣が移り、フェルナンド6世も遺伝で、総うつ病に苦しむことになる。1話3名とも、フランス王アンリ4世を父とし、 マリード・メリシスを母とする。には、神聖ローマ帝国皇帝フェルディナント二世の娘。1701年に、サボヤ公、ビットーリオ・アメデオ二世、後のサルデーニャ王の娘でまた十枚にあたる、マリア・ルイーザ、マリア・ルイサでサボヤと結婚した。マリア・ルイーザの姉マリア・アデラ・イーデは、フェリペ五世の兄ブルゴーニュ・コルイと結婚していた。マリア・ルイーザは、フェリペ五世との間に四。 男を儲けた。マリアルイーザが1714年に死去すると、フェリペ5世は同年のうちにパルマコーラヌッチョ2世の孫娘、エリザベッタ、ファルネーゼ、イサベルでファルネシオと再婚した。エリザベッタは、フェリペ5世との間に4男3女を儲けた。楽しくご覧になりましたら、高読と良いです。クリックしてください。